皆さんこんにちは、みなみです。今日は羽織ひもの便利な使い方ご紹介いたします。はい、羽織ひもね、こういう黒い羽織ね、ちょっと昭和チックで私はすごい好きなんですけれども、ここね、羽織ひも確かに通しにくいですよね。はい、どうやったらいいかなって考えたんですけども、2つ方法を考えまして、1つはですね、この羽織ひものこのね、細いこの紐のところにピン止めを通します。はい、でこのピン止めをこの地のね穴の中に通してあげると、とても通しやすかったですね。でその後は普通にね、これもやりづらいんですけど、この穴にこちらを通すという方法で、もう一つはですね、手芸屋さんね、大きな手芸屋さんに行けばこういうね金具が売ってると思うんですよ。それでそちらにですね、この部品の穴の中にこの紐を通してあげてですね、ここに通すのは割と、ピン止め使ってもいいんですけど、そんなに通しにくくないかな、硬いのでね、羽織の方はちょっと柔らかいのでね、通しにくいんですけど、これはそんな通しにくくないと。それでこれね、挟むようになってるんですよ。はい、なのでもうここはね利用しないで羽織にこう挟んであげるね、こんな形だから、2個の方法ね、ピン止めかこういう金具よろしいかなと思うんですね。あとこれの利点は、結構この羽織ひもの位置が、昔の羽織ですとその方の体型によってね、ちょっと上だったり下だったりね、違うところにやりたい場合も出てくると思うんですね。その時これ自在にね、好きなところにもうちょっと下とかねできるじゃないですか。なのでね、とっても使い勝手がいい羽織紐になるんじゃないかなと思うので、2つねアイデア、よろしければねご利用いただいてお試しいただきたいと思います。はい、ご質問いただきました、マリンさんマリンさん、ご質問ありがとうございました。これでね、同じお悩みを持っている方に届いたらいいななんて思っております。はい、他にも何かねご質問ございましたら、ぜひぜひコメントから お寄せください。一生懸命考えてお伝えしたいと思います。次の動画でもお会いできたら嬉しいです。はい、チャンネル登録まだの方、ぜひチャンネル登録もお待ちしております。それでは最後までご視聴ありがとうございました。またお会いしたいと思います。ありがとうございました。